にちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、皆さん頑張りすぎていませんかっていうようなね、そんなね、話をしようかななんて思います。まあこれね、頑張りすぎっていうのはね、まあ良くないっていうね、そういった話ではなくて、まあ例えば継続できないとかね、まあ何かね、うまくいかないっていうのはね、まあ頑張りすぎているっていうのがね、原因じゃないかななんて、そんな風に思ったんで、ちょっとね、今日この話をするんですが、まあ頑張るってね、意味をね、調べると、困難をね、我慢してやり続けるっていうようなね、そんな意味だそうで、やっぱりね、我慢しながらね、こう、やり続けるものっていうのはね、やっぱり継続できないなぁなんて思います。まあこれね、アニメのドラゴンボール、まあちょっとね、何々剣って、ちょっとね、あまり詳しくないんであれなんですけど、まあ悟空がね、まあ強い敵、自分よりね、本当にはるかに強い敵がね、現れた時、そのなんだか剣、海王剣っていうんでしょうかね、それをバッてね、使うと、まあその使った時、まあ敵をね倒してたのかどうかもわかんないんですけど、その後ね、まあもう本当ヘロヘロになってね、もう何にも動けなくなってしまうみたいなね、そんな感じで、まあそれね、もう本当に頑張ってその剣っていうかね、その、まあ、木を集めてバーってね、なんかやるのでしょうかね、カメラみたいにね、こういう、ちょっと詳しくなくて申し訳ないですけど、まあそういうね、状態にね、なってしまうっていうようなね、そんなことなんですけど、まあ例えばですけど、自分の場合、自分のね、経験を話すと、まあ自分ね、いつもね、ダイエット失敗するんですけど、まあね、ダイエットやろうとして、まあ2年前でしょうかね、ちょっとね、ボクシングジムにね、まあ通うことにしました。まあ自分でね、なんかね、やろうとするとなかなかね、続かない。じゃあお金を払ってね、お金を払ったから頑張ろうみたいな、そんな感じでね、やっていたんですけど、まあ結局ね、そんなにね、長く続かなかった2ヶ月ぐらいでしたでしょうかね。まあ2ヶ月って言ってもね、1週間に2日とかね、そんくらいのね、ペースで行ってたんで、本当にね、2週間ぐらいでね、まあ、挫折してしまったっていうことなんですけど、これね、自分がね、嫌になってね、まあ、挫折したってわけじゃないんですけど、まあ、痩せるぞってね、こう、頑張ろうっていうようなね、そんなね、気合を入れてやったんですけど、ちょっとね、膝を壊してしまって、これもね、言い訳になってしまうんですけど、膝をね、壊してしまった。本当にね、こう、もともとね、やりたかったっていう。なんかね、こう、言い訳みたいになってしまうんですけど、まあ、膝を壊してね、結局ね、やめてしまったっていうのは、まあ、無理しすぎたんですよね。やっぱりね、体重をね、落とそうっていう時に、もう上半身がね、すごい重たい状態で、まあ、膝をね、とかね、足をね、痛めてしまうっていうのはね、これね、実はね、潜在意識のね、まあ、現状維持機能がね、働いている。まあ、自分ね、自分の気持ちではね、痩せたいって思ってるけど、体自体はね、まあ、痩せたくないっていうようなね、そんな風にね、まあ、現状を維持しようとして、まあ、このままね、ボクシング続けたら、まあ、痩せてね、今の状態じゃなくなってしまうって、まあ自分の、ね、理想は、ね、今の状態ではないっていうんですけど、だけどそういったね、まあ、膝を痛めてしまうっていうようなね、そんなことを、ね、してしまった。これってね、何かっていうと、やっぱりね、一気にね、やろうとしたっていうようなね、そんなことなんですよね。だったら、まあ食事制限とかもう少しね、体をね、体重を落としてから、まあそういったことをしないといけない。まあ例えば、ウォーキングでもそうですよね。一気にね、1時間2時間、まあ1時間ぐらいね、ウォーキングならね、全然大丈夫なんですけど、まあこうね、ジョギングしたりとかすると膝を痛めてしまうっていうこともね、まあ何回かね、こうジョギングしようとして、したんですけど、結局ね、ジョギングだと続かない。だからウォーキングっていうようなね、形にね、しているんですけど、まあこれもね、長い時間、一気にね、1日2時間3時間歩こうとするとね、やっぱりね、これもね、ちょっと我慢みたいな感じに、ね、なってしまって、結局続かなくなってしまうっていうようなね、そんなことにね、なってしまう。まあだからこそ、まあ一日ね、まあ約今日は5分にしよう、10分、じゃあ昨日5分できたから10分にしよう、それで10分がね、20分になって30分になってってね、長いスパン、本当にね、一気にね、こう、何時間歩こうみたいな、そんな風にね、するとね、やっぱり長続きしない。やっぱりね、5分をね、こう、続けていったら次10分にして、10分を続けてて、それで30分にするとかね、それでちょっとずつ時間を伸ばしていくと、もう体が慣れてきて、それがね、当たり前みたいな習慣ですよね。これ習慣化させるっていうのがね、すごくね、大事なんですけど、この習慣化できない
で継続できないっていうことは、結局はね、無理をねしすぎ、頑張りすぎてしまっているっていうようなね、そんなねことになると思います。まあこのね YouTube の発信、自分毎日ね配信していると、頑張ってますねとかね、すごいですねみたいな、そんな風にね言ってくださる方本当にいると思うんですけど、まあ自分はね本当に頑張っていないっていうのもね、この YouTube やり始める前3年間ぐらいはね、自分はね本当にまあネットビジネスをやってたけど、全くね何にも成果もね出せずに、まあいや何かね取り組んではやめて、取り組んではやめて、まあ物販もね本当にね短い期間でバーって、ね、一気に稼いだみたいな、そんなね感じで、そのね短い期間、まあ2ヶ月ぐらい、1ヶ月か2ヶ月ぐらいはねもう集中してやった、まあそのね集中してやる、頑張るっていうのもねはすごいね大事、まあ何もねいや努力しないでこうね、こう習慣化するっていうのはねなかなか難しいんですけど、自分は物販の場合は本当にね短期集中型でね、本当にその期間はね頑張った。だけど、まあこれね2ヶ月、1ヶ月か2ヶ月だけやればいいんだよってメンターにね言われて、まあその後はね今度はね人に教えるっていうね、そういったことをねすればいいんだから、まず1ヶ月か2ヶ月は本当に頑張って自分のねものにねするといいよっていう、まあそのね期間は頑張るっていうのはねいいんですけど、それをね習慣化しようとして、その頑張ってる期間をずっとね何年もっていうのだったらね、自分もねできないでね本当に、ね、すぐねあやっぱこんな無理だなみたいな感じになるけど、まあ短い期間だったらそういった頑張りっていうのはねまあ効くけど、まあ習慣化させようとするとね全くね続かなくなってしまう。それでこの動画ね、自分なぜね続いてるかっていうと、そのね3年間ぐらいのね稼げない時期とかね、そういった物販のねこうねギュッてね学んだ時期、まあそのね稼げない時期もね、いろいろね本当に学ぶことができたから、こうやってね発信できるようにねなっている。本当にね最初はねうまくね喋れなかったこともね、こうやってなだん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 ね、まあ中で、ね、あまりね考えずに、考えずっていうかね、こう中で自分のね気持ちをねこう口に出せるようにはねなってきているっていうのもね、こう最初の3年間かね、そのくらいはね一個インプットっていうものがねすごくねたくさんあって、それで今それをねアウトプットしている、まあ今ねすぐにインプットしてすぐアウトプットするみたいな、そんな風にはねなっているんですけど、まあそのね期間も本当にね土台を作る期間がねあったからかななんて、そんなこともね感じますので、一気にねまあじゃあ配信しよう、毎日配信しようっていうとね、まあ何喋ろうかなみたいな感じでね、まあ悩んでしまったりとか、そういう風にねなると思うんですけど、そのね僕は手前の3年間がねあったから、今こうやってね毎日毎日話すことがねできるのかな、あるのかななんて、そんなこともねすごく感じますので、やっぱりね土台作り、まあ痩せたいんだったらまずはねそういったウォーキングに耐えられる体っていうことで、まあちょっとね体重を落とすとかね、そういったことをするとか、まあ実はね今ね本当に膝を痛めていて、ウォーキングもねちょっとね断念しているんですけど、まあこれねこれもね今ね覚悟の壁だと思いまして、まあ自分はねもう少しねやっぱり体重を落とすべきかなっていうね、そんなねことでね、まあそこでまたね今度食べるものをね我慢するとか、そういったのではなく、バランスのねちゃんとね取れた食事にするとかね、そういったこと、コンビニのね揚げ物とかそんなのあって、まあ菓子パンとかで食べないようにするって、そこがねまたね我慢になってしまって続かないっていうのもねあるんですけど、やっぱりね我慢っていうのはね続かないななんてね、本当に自分にね甘いっていうところがねちょっとね出てしまうんですけど、皆さんもね本当にね頑張っているけど続かないっていうのはね、こういったね、まあ頑張りすぎてしまってるんじゃないかななんて、そんな風にね思ったので、ちょっとね今日はこの話をしてみました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。